です。じゃあ本日も暗号通貨ニュースやっていきましょう。1月31日ですね。どうですか？ 2、3日前から始まった全面高が今日はまたすごい勢いで、緑みたいな感じでね、グラフが、右肩のグラフが全面緑になってますね。まあその中で注目のコイン、今日はソラナについてお話しようと思うんですけども、ソラナが今後10年間ぐらいです。10年以内にですね、だいたい価格を10倍ぐらいつけるそうなんですよ。これっていうのは、まあ、AI を活用した、こういった暗号通貨のね、予想システムっていうのがあるんですけど、そこが弾き出した一番可能性のある暗号通貨だそうです。まあ、ソラナっていうとね、常に上位に目しているんで、まあ、あり得るかなっていうところはあったんですけども、ちょっとここをね、クリックして見てみましょうか。実際本当にそんなことがあるのかなと。AI といえどもまだ不十分ですからね。大抵はアルゴリズムによるところが多いですから。ああ、でもすごい急騰してますね、この1年だけでも。結局これ見てください。2500円ぐらいのところから1万5000円に7倍ぐらいにいってるわけですよ、この1年でね。1年というか半年ぐらいで、3ヶ月で見てみましょうか。ほら、この3ヶ月だけでも3倍になってるわけですよ。ですんでね、昨年の10月ぐらいにソラナを仕込んでいけば100万円が300円ってことですからね。このポテンシャルはすごいなと思います。でマックス見てみましょうか。マックス見ると、これ、今1万5000円前後ですけども、3万前後まで行くんで、まあ、倍っていうところまでは、まだ見込めるのかなってことですよね。私は個人的にポテンシャルがって感じないんですけどね、これね。どういう見立てなんでしょうか。はい。それでビットコインなんですけども、650万から660万っていう線が見えてきました。多くは語りませんけども、次のイーサリアムも350万にあっという間に返り咲きましたよね。だからね、ビビる必要は全くないって前回の動画でも話した通りでしょ。むしろ値段が下がった時って買い時なわけですから。だって安く買いたいでしょ。安く買って高く売らないといけない時に、値段が下がったらね、ビビってね、あ、このままもう終わっていくんだって考えてるのは、もう勝てない人の理屈ですよ。体のね、70円を切った時に買った人、今、どうですか？もうあれから10円近く上がったでしょ。1週間も経ってないんですよ、これで。で、我らが、柴犬ですけども、0.0014 っていうのが、まあ、購入の、デッドラインになってるわけですけども、まだね、柴犬はあんまり目立ってませんね。で、繰り返し言いますけど、柴犬って何かのプロジェクトがあるわけじゃないんですよ。単なる冗談コインですから。だからあんまりここに肩入れしないようにしてください。もうとりあえず1万円買っときましょうみたいな話をしただけなんでね。というのが、50万倍になった実績があるってことなんですよ。だから50万倍になったことで知名度があるわけですから、ちょっとしたアクションでこれ値段が上がる可能性があるわけですよね。で、知られてないコインって結構あるでしょ。水玉模様のドットとかって知ってます？これリンクとかね、ポリゴン、まあポリゴンは知ってるかもしれませんけども、なだれとかありますよ。だからね、上位コインでもね、無名なコインって本当あるんですよ。かといって買いコインでもモネロとかって知ってるでしょ。ファイルコインとかね、詐欺にも使われたみたいですけど。で、何、イーサリアムクラシックとかっていうのどっかにありますけども、あれもまだ終わっちゃうわけじゃないですからね。はい、というところでね、有名人がこのコインってつぶやいたら急に値段が上がることがありますから、だから暗号通貨はね、そういった意味で突発的に値段が上がるんですよ。どれが上がるのか当然わかりませんけどね。自分が有名人だったらね、特定のコインを仕込んどいて、そのコインの名前をツイッターとかで連発してね、科学操作するんですけどもね。まあそういうわけにもいけませんよ。はい、期待は、あれじゃないですか。イーロンマスクじゃないですか。あの人危ない発言好きですからね。それじゃあ。